皆さんこんにちは。レック専任講師の野端です。今日は取説の動画2本目ということで、独学で合格する人しない人の違いについてお話をしていきたいと思います。ちょっと過激なタイトルなんですけども、お付き合いいただければと思います。で、皆さんは取説を使ってこう勉強している方々だと思うので、基本的に独学の位置づけですね。予備校の講座を活用全くしないわけではないかもしれませんが、基本自分でテキストを買って自分で問題解いて合格をしていくという形だと思うので、独学っていう言い方をしていきます。で、今回は解説をするにあたって画面切り替えたこの資料を見ていきますので、よろしくお願いします。ちょっと僕邪魔なんで消えますねと。はい。で、独学で合格する人しない人の違い6選ということで挙げておきました。当然独学で合格する人の方向性で皆さんは勉強していけばいいんですけども、逆に独学で合格しない人のものを見てもらって、それを真似しなければ合格に近づきますって方向性で見てもらってもいいです。はい。まずなんですけども、独学で合格する人ですね、試験の特徴をちゃんと理解しているかどうかです。はい。どういうことかと言いますと、例えば取説のところにもオリエンテーションつけてますよね。で、試験特徴で300点中180点取れば合格できますよと、 60% で合格できるので、別に難問には手を出さなくてもいいですよとかね、基本的な問題を確実に正解できればいいですよって伝えてるんですが、この特徴を結構忘れちゃう方いるんですね。やはりこう勉強していくと、こう満点取らなきゃいけないとかね、重箱の隅をつつく問題も解かなきゃいけないってことで、方向をずれちゃったりするんですね。で、そうずれていくと、こう無駄な勉強してしまいますので、結局全てが中途半端ってことになりかねません。はい。ですから、試験特徴を理解している人は効率的な学習ができますけども、特徴を理解していないと効率的な学習ができないんで、そこで分かれていきますね。正直、ものすごく勉強時間があるんだったら、効率的に学習できなくても勉強量で補うことはできますが、行政書士の受験生の方、お忙しい方が多いので、やはりこうね、特徴を理解していただいた方が効率的な学習ができると思います。ぜひ取説のところにもね、いろいろな特徴を書いておきましたから、参考にしていただきたいと思います。そして2つ目、独学で合格する人、細かいことを気にせずに先に進められる人です。どうしても初めて勉強していくと、取説分かりやすく書いてあっても、どういうことかなってことがあったりもします。そういうことに関しては後回し OK って形で後で見ればいいですよってつけてるんですけども、でもって止まっちゃうことがありますね。でもそこでと考えてもわからないんですよ。だからとりあえずそこはもう保留にして先にどんどん進めると。で、法律の特徴としては最初わかんないんだけど最後までやって戻ってくるとわかることがあります。はい。最後まで進めるとわかることもあるんですよ。なんでそれを前提にしていただくと、もし途中でわからないことが出てきても飛ばすことができますよね。でも逆に独学で合格難しい人っていうのは細かいことが気になってしまってその場で延々と考え続ける。で、考えてもわかんないので挫折してしまいますよね。そう、最後まで勉強進まないんですよ。ここでも分かれてきますので、とにかく細かいことは気にするなっていうことが前提です。そして3つ目、独学で合格する人、手を広げすぎずに重要事項を確実に習得する人ですね。はい。取説テキストも A ランク、B ランク、C ランクでつけてますね。で、やはりこう A ランクをしっかりやっていくことが先です。なので最初からまんべんなく勉強してもいいんですけども、そうすると100の曖昧な知識が残ります。そんな状態で問題見ても解けないんですよ。だから100の曖昧な知識よりも10個で構わないから正確な知識があった方が試験では得点できますからね。はい。ここは独学で受かる方は意識してます。逆にうまくいかない方は手を広げすぎて全てが中途半端に終わります。さっき言ったことの裏返しですね。手を広げすぎて全てが中途半端に終わってしまうというところがありますので、まずはテキストに書いている A ランク B ランクをしっかりやっていただくということを意識してください。そして4つ目、はい、独学で合格できる人、インプットとアウトプットのバランスが取れてますと。インプットはテキストを読むってことです。アウトプットは問題解くんですね。はい。バランス取れてます。
例えばテキストを見て覚えるインプットで、問題とかアウトプット、見直すインプット、解き直すアウトプット、ね、インアウト、インアウトって言って、こうジグザグにやっていくのが一番いいんですよ。で、これがひたすら覚えていくだけだったりすると、問題に当てはめる練習がないので、知識はあるけど問題解けないケースもあります。逆にこう問題解きすぎてそこだけやっても、その問題解けますけど、ちょっと聞かれ方変われちゃうと解けないんで、そうなるとやはりうまくいかないんですよ。ですから、まあ、これもね、今バランス取れている方を中心に話しましたけども、逆のことを考えていくと合格できない方に行きます。はい、なのでバランスをうまく取ってください。やはりこう予備校で私も教えてるんですけども、どうしてもこうね、ある程度覚えていくまでは問題解きたくない。理由は解けないと気持ちが悪いからっていう、テンション下がるからって、もちろん分かるんですけども、ただ早めの段階でどんな問題が出てますかって見た方がいいと思うんで、まあ、そこはしっかりと早めのうちにアウトプットをしていただきたいと思います。はい、あと5つ目、学習スケジュールをしっかり立ててる人は独学でも合格をしていきます。ただ逆に闇雲に手当たり次第に勉強していくとうまくいかなかったりしますね。はい、まあ、この学習スケジュールの立て方についてはこの次の動画ですかね。で、お話をしていきたいと思うんですけども、まあ、皆さんがこうどれぐらい勉強できるかとかね、どんな学習環境かわからないんですよ。だから細かくはお伝えできないんですけども、まあ、自分なりにこう1日の勉強時間がこれだけとかね、土日はこんだけとか決めていけると思うので、そこに合わせてどういう勉強をしていくのかってことをちゃんと考えるべきですね。たまたま今日は勉強時間が取れるから10時間勉強しました。でも残り1週間はこう全く勉強する気が起きなくて全くしませんでしたっていうと逆効果ですから。なのでコンスタントに学習継続できるようなスケジュールを考えていくのが必要ですね。まあ、詳しくはまた別の動画でお話ししていきます。はい、あとは6つ目になりますけれども、はい、合格する方の方はね、SNS 情報に振り回されないとあります。これ SNS を使っていけないとは全く言ってなくて、やはりこう独学で勉強する方からすると、孤独感がすごいんですね。なんか自分だけで勉強してますって感じになっちゃうんですよ。やはりこう予備校を使ってて通学クラスだといろんな方がいるので、なんかみんなで頑張ろうみたいな感じできますけども、通信の講座とか、あとは独学の方だったりすると、どうも一人で頑張ってる感があって孤独なんですね。そうなるとこうツイッターとかこう見てもらうと受験生いっぱいいますから、あ、仲間がいるんだって気持ちになります。で、そういうことでモチベーションが保てるよっていうことで考えていくんだったら、それは OK です。はい、で、私が言ってる振り回されちゃいけないっていうのはこちらですね。あの教材がいいって書いてあったから取り組んでみようとか、この勉強法で私は合格しましたって言ってるからやってみましたとかね。はい、それがまずいんですよ。もちろん教材がいいっていう教材はいいものかもしれませんし、まあ、その勉強法で合格した方いるかもしれませんが、それが皆さんに合ったものかわからないです。その方が実際に手に取ってみて自分なりにこう試行錯誤して頑張った結果がうまくいっただけであって、それをそのまま皆さんに当てはめて一番いいものかってわかんないんですね。なので、もちろんこう参考にする分にはいいんですけども、まずはやはり上の方でも話しましたけども、こう試験特徴を理解して自分が持っている教材をしっかりと抑え込んだ方がいいです。で、それでまだ時間が余るんだったらば、まあ、他の方が使っている教材とか、特に問題集かなに関しては取り組んでもいいと思うんですが、まあ、とりあえずは取説を使っていただいているということから考えると、取説をしっかりこなすというところで合格ライン確保できますんでね。そこは気をつけてください。はい、今6選で6点お話ししましたが、独学だとやはりこの合格しない人の思考に陥りがちです。無意識のうちにそっちに行くんですね。で、本当に自分だけで勉強すると、もうそこに行ったら戻ってこれないんですよ。ただこの合格の取説を使っていただくとすると、講義動画40本入ってます。その40本で合格する人の思考とか行動を皆さん伝えていきますんで、さながら予備校を使っているように指導をしていけたらと思いますので、変な方向にはいかないと思います。はい、なのでこう一緒に頑張っていきましょうということでこう締めておきたいと思うんですね。はい、改めて少しこう引いた状態でこう写しておきますけども、
独学で合格する人しない人ね、しっかり分けて、見てもらって参考にしていただければというふうに思っております。はい、では今回の動画は以上ですね。まだ細かい勉強の科目の話には入ってませんけども、勉強始める前に知っていただきたいことをお話をしていきました。では本日は以上です。お疲れ様でした。